はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今回は基本ちょっとパーマ入りたいと思います。で、モデルさんの方からパーマがかからないということを聞いていまして、ちょっと最初分かんなかったんですけど、結構皆さん分かりますかね、ブリーチしても傷まない外国人風、日本人離れしたちょっと髪の毛って、皆さん分かるか分かんないですけど、ちょっと日本人っぽく黒くない髪、ちょっと透けるとこう少し、猫っ毛っぽい感じのパーマがこう当たりづらい独特の髪質なんですけど、それをレジじゃないとかかんないってことなんで、レジでちょっとかけてきてみたいなと思います。はい、で希望がちょっとくるくるのやつなので、なるべくおのりさんの理想に近づけたいと思うんですが、まあ、彼女似合いそうなので、はい、なんでちょっとカールは強めに巻きたいなと。今日は波ウェーブとかじゃなくて、波だと多分かかんないんで、通常に巻く感じになるかなと思っております。根元から、いやほんまに根元から系のパーマをしたことがなくて、今までなんかその写真見せても今風のパーマとされることが多くて、こういうこれって今風じゃないですもんね、これ。そうなんですよ、を対応してくれて、かつこういうかかりにくい髪質で、なんかビントがあったね。これ撮れてます、今撮れてます。あ、今撮れてます。さっきいいこと言ってくれたんで。どこからですか？やらせですね。やらせみたい。でも思ってること言ってますよ。いやでもあれですよね、パーマーの、そうですね、こういった個性的というかイレギュラー系に対応してくれたのはほんまに初めてで、毛先だけかかってような感じのが多くて、根元から系が本当に今までかけた。だから彼女は北欧に行くから、やっぱ外国人っぽいのが好きなんですよね。そうですよ、もともとそういう個性的なものが好きだし、そうですよね、自分の勘を信じてるので、そういう、まあ、これだってなったものを寄せ集めてたら、ああいう根元から系の外国人系のパーマが多くて、でそれでやっと対応できる美容師さんにも会えたので、いや、そうです、これでね、はい、これで海外に旅立てますね。はい、はい、いい気持ちで旅立てます、ね。はい、じゃあワクチンがっちり打って、はい、頑張って楽しみたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。チャンネルはここまで。ちょっとイレギュラーな感じになりそうな気がします。なんか普通に巻いてもかかんないから、3日で落ちちゃいそう、落ちちゃいますね、この髪は。良すぎて良すぎて、うん、さてどうなるか。いや、経過報告しますね。経過報告3日目。3日目なくなるっていう。3日目なくなる。4日目って毎日。言葉は向こうの、あ、そう、モデルさんね、デンマーク人だから、はい、デンマーク人じゃないですよ、純日本人です。デンマーク人じゃない。デンマーク人じゃない。デンマーク人ではない。見た目も出身も日本です。はい、普通ここね8ミリで巻かないんですけど、8ミリ外ハネで巻きます、はい。まあ、一般的にはこんなのに巻かないですけどね、かかんないんで、8ミリ外ハネで、うちはもうあるんですよ、あ、この髪かかんなかったな過去にっていう、あるんですよね、覚えてるんですよ。重い。あ、そうだっていう、確かかからなかった、記憶にある髪質、うちのお客さんでも数人いらっしゃる髪質、ね、でも今は、まあなんかあんまりやりすぎると痛むから、最近はパーマあんまかけてないかな、その人は。こちらのワインディングのポイントなんですが、ネープは外羽に巻いております。これ内巻きにしてしまうとフォルムが大きくなってしまうので、必ず外羽で巻いてください。ここは中間巻きですね、根元寄りの中間巻き、毛先の方のウェーブが、毛先巻きだと小さくなってしまうんで、必ず中間巻きしてください。中間巻きの、リバースとフォワードの交互に巻いてるような形になります。ここもフォワードとリバースを交互に、根元巻きしてるような感じです。で、表面の方を根元がリッチを出したかったので、ここも根元巻きですね、フォワードとリバースを交互に巻いているような、まあ、通常の
皆さんがされているような感じと何ら変わりはございませんので、はい、毛先巻きはしないでください。リバースを入れることによって、骨格調整もできますので、リバースはかなり使えます。リバースと外跳ねっていうのをかなり僕は対応していきますね。そうすることによって日本人独特な八針の、シルエットを A ラインに変えたりすることができますので参考にしてみてください。必要なところをまずかけました。まず上の方ね、ここのトップのボリュームぐるぐるってなってるのを希望してるので、ちょっとここをまず小さいやつで巻いて、で、下の方を巻いて、でこの中間って変なボリュームこうかけすぎると変なボリューム出ちゃうんで、ここは横巻きしますっていう感じで、ちょっとここは、ボリュームダウンということで横巻きをし、横巻きの逆巻き、横巻きの外跳ね、根元巻きの外跳ねかにして、ここはちょっと毛先のカールを重点的に出し、そしてこの辺の根元はちょっと使うって感じなんで、ここはもう毛先巻きでもいいかなぐらいに思ってますね。はい、毛先寄りの中間巻きをちょっと入れていこうかなと思います。はい、ということで、これなんかロット巻きすぎてデジになるかっていうね状況になってますけどもねデジタルパーマになるのか、なるのかっていう、こんなに巻いちゃったらデジパじゃないみたい、こんなに巻いたらデジタルパーマじゃないんじゃないかっていう、途中で変えるかもしれないですちょっと移行しようかなっていう、ちょっとロットはデジのロットだけど、なんか途中で今これデジじゃなくてもいいんじゃないかっていうところまで来たんです。ちょっと様子見ないと分かんない、うん、でも一応保険としてデジにしないとダメかもしれないからね、うん、しないかもしれないけど、その時の僕の気持ち次第でそのかかり具合は見てる人もちろん、システアミンとスピエラの組み合わせっていうのは結構 S2 還元っていうのはですね、モデルさんみたいな髪にも合うわけですね。これで血をぶっかけてもかかるんですけど、ちょっとかかりがやっぱりちょっと弱かったりとかします。ただ僕は今日根元側は血を入れようと思います。彼女はかかんなそうなんで、ほんと後で騙されそうな気がするので、血をはちょっと使うんですけども、基本的に結構意外とヘナやってる髪とかパーマ結構かかんない場合があるんですけど、その時にシステアミンとスピエラ単体でやっていくと結構かかります。これ皆さん、この僕作った黄金比の、作ったというかこの僕のいつもの黄金比でやると、ちょっと違った部分がもしかしたら見えるかもしれませんね。またここに GMT 入れると変わっちゃうんですよね。あくまでも血を受け入れないで、やることによって傷んだらなんていうんだろうな、カールがこう縮れたカールになっちゃうので、やっぱりふんわりこうさせてしっかりかけるっていうのをちょっとやっていきたいので、今日はそういう風にしたいですね。で、じゃあ前はさ、前の時もパーマこれ見せたんですか、写真。あ、見せました。同じですねあ、そうなんですね。同じやつ見せて、でデジかけて、で、ゆるふわぐらいになりました。あ、そっか。強めでお願いしますとは言いましたけど、はいはい、そうですね、ゆるですね、イレギュラー教材、いい教材かな、いや、靴がこれさ、いい教材だとしたら、ここに美容師さんがいてくれたらいい教材かもしれない。でもさ、これ動画見てる人は多分そんな難しい紙だと思えないから、多分この、多分きっと分かんない、触んないと分かんない、そうですね、多分余裕じゃんって思ってる人も多分、そんなのできるよと思ってるかもしれないけど、実際やったら難しい紙なんですけど、濡らした状態を触ってると、はい、多分分かるってなると思うんですけど、そんな伝えられないですね、動画だと。デジタルパーマーにしようか迷ったんですけども、どうしようかな、デジタルやめようかなってなってきましたんで、はい、今このぐらいのウェーブが出てるんですけど、ただこれ結構こういう髪質って騙されて、これ仕上がりのイメージぐらいにね、今ウェーブはなってるんですけど、実際これよりだれちゃうことがあるんで、今日はちょっと攻めたいなと思います。血をかけたりとか、なんで今でこのウェーブ効率出てるんで、あれは熱で固めなくてもいいかなって思ってます。なので、ちょっとデジのロット巻いちゃったんですけど、デジなしでいきますね。デジ出番なし要はで、S2 還元切ることによってデジに近い状態が作れるんですね。これちょっとね、皆さんやってもらった方が分かると思うんですけど、なぜかっていうと還元する場所の違いなんですね。ただ根元に関しては血を使いますよ、これから。
なんでその還元位置変えることによって、ふんわりふわってこうしっかりっていう感じにかけていくんで、ただ今日は二液は本当に頑張ってやんないと難しいんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、通常よりはちょっと時間をデジにしない代わりにかけます。でここからちょっと知恵をつけていきたいと思いますね。これをハケで塗っていきます。でこれすごいこだわりなんですけど、ハケで塗るときに、これ皆さんここ細かいんですけど、このゴムかけの一番端っこ、ここにつけたとします。そうするとこの端っこのところってあとつきやすいんで、ロットがあったら、これ長いのでちょっとやりません、ね、ロットがもしあって髪の毛がここからここにあったとしたら、この端から端まで薬をつけちゃダメなんですね。この、端っこのこの跡がつきやすいところは避けて、髪の毛があったとしたらこの真ん中の方だけつけて、この端っこの1センチ残すみたいな感じです。簡単に言うと端っこの1センチ残して真ん中をつける。なので、全部こうベタってつけないでください。これちょっとねポイントがあって、で真ん中の方はゴム跡あんまつかないにいいんですけど、この端っこってほんとゴム跡がつくんで、こういうのを塗り分けしていくんですね。ちょっとかなりマニアックかもしれませんが、そうすることによってゴム跡がつかないとかかりが綺麗になります。はい、ここですね。多分このやり方ないと思うんですけど、参考になればと思います。こういう風にして、はい、で前髪はここの最初のところカール入れすぎるとここにクレパスできちゃう可能性があるんで、ここもね狙いなんですよね。この最後のゴム掛けの後ろだけちょっとここをつける感じですね。ここはちょっと危険なので、あんまりここのクレパス部分はつけないっていう風に、こういう風にクリームだと塗り分けができるので、ここまでちょっと繊細にやっていきます。デジにしない代わりにっていう風にしていけば、まあ、っていうよりこの本数をデジにつなぐのが若干めんどくさいっていうのを正直言うんですけど、いや冗談ですよ冗談ですね。大丈夫です。それは冗談です。それは本音でそれは本音で生トークで通常通り自然ガラス化をしていきます。自然ガラス化をすると何がどうなるかって、まあ、こういう風に塗っちゃってるんで他の部分が自然ガラス化、この部分ってあんまりガラス化にならないと思うんですけども、ちょっと自然放置します。で自然放置することで何が違うかっていうと、まあ、デジまでいかないですけど、ガラス化することによってで、まあ、完全ガラス化じゃないんですけど、乾いた時のウェーブ効率が若干上がります。なのでこう前髪気をつけてくださいね。この最後のゴム、このよりも後ろだけつけてください。で端っこつけない でこの顔周りの1本目とかは、もう危ないんで、この中だけちょっとつけるかな。で本当選んで顔周りちょっと慎重にいきます。なるべくゴムの上つけないようにしてやっていきます。ゴムを避ける感じ。この辺はね根元からがっちりいきたいので、ちょっとつけてるんですけど、ロットの端っこはつけないようにして真ん中だけつけていく感じですね。でこのように、使う薬剤っていうのは、システアミンと、まあ、しつこいですけどスピエラのみですね。プラスチオを追加する以外は薬剤使わないんですね。それ以外は使わなくて大丈夫です。 でちゃんとかかればやっぱパーマ液が影響していたんだなっていうことが、今までもしパーマが、コールドパーマがかかんなかったんであれば、パーマ液が原因だったのかな、ちょっと合ってなかったのかなっていうのがちょっと分かると思うんですけど、これでかかなかったらやっぱ違う理由がやっぱありますね。ここにピンをしていくんですけど、まあアルピニングちょっと強めにしてるんで、アルピニング痛い可能性も、これ痛いですか？全然です。あ、大丈夫です、はい。根元からグリッて入れたいときはなるべく R ピニングの方がいいです。これゴム掛けちょっと強めにしてるんで痛い可能性もあるんですけど、こういうふうに一個ずつ表面はいった方がいいです。長いこういうので止めるっていう方法もあるんですけど、R の方がテンションかかるのでより均一に、なので R でやった方が僕はいいと思います。こうですね、こういうふうにがっちり狙ったとこに狙ったこのピンを刺していくって方がより意味があるので、その方がいいと思います。はい、このようにくるっとで他のところとかは大きいやつで全然いいと思うんで、こういうとこですね、このゴム跡をつかないようにしていきます。こういうことですね、この端っこのところすごく大切なので、
ちょっとでもゴム跡があると、あとこういう逆巻きのところも、できればこういうふうに、はい、アルピニング分かんない方は、アルピニングって何かっていうと、ロッドをくるっとこうゴム掛けを回して、あの爪楊枝みたいなのを刺すだけですね。そうすることによって、通常のピンよりも跡がつかないっていうのを発見したので、それをしてます。でこういうところちょっと強く今巻いてるので、ここはちょっとね、この一番端の痛くないところでやって、ここがつきそうだったらここは太いピンとかで刺してやります。で顔周りやったらあとは全部太いやつでやっちゃいます。はい、でここがちょっと跡つきそうだなって僕は見えたので、ここに端っこにこう入れてですね、しっかり跡がつかないようにしてください。ここもこの1本目のところすごい跡がつくんで、この内巻きですね、外羽はつかないんですけど内巻きって結構つくので、ここの付け巻きしてますから、ここをきれいに当てます。結構このゴム掛けめちゃくちゃ大切で、ゴム掛けしくると、あのそこ特に今チオとか使ってますから、あの綺麗にかからないですよね。結構このパーマの入りがポコってなるの僕あんま好きじゃなくて、ぐるんって入れたいんですよね。このポコがなくしたいんですよ。このポコっていうのがあるとパーマって汚くなっちゃう。一応ですね、このままもうラップもしません、この状態で、今後ろがこういう風に止まってる状態なんですけど、まあレッジも入れずにこのまま10分間放置して、ちょっと様子を一回見たいと思います。そこからまた考えたいなと思います。で、状況に応じてはこのままレジに移行もできるので、まあ保険としてはいいかなっていう感じ、もしくはしないでこのまま通常通り行っちゃうかなっていう、まあその時の状況に合わせるっていうのが僕のちょっとスタンスでもあるので、どうなるかは分かんないっていう感じです。多分でもレジはやんない、あの繋ぐのが面倒くさいから量が多すぎて繋ぐのが面倒くさい。今10分置いたんですが、ちょっといろいろ考えた結果このまま参加します。もう大体、おばちゃんパーマみたいな時は僕このパターンが多いです。さっきのパーマ液で巻いて、根元に血をつける、さっきみたいにっていうので、ほぼほぼその方法でやってますね、おばちゃんパーマの場合は。で今日は、まあ、長く巻いてて酸化が非常に難しいなっていうのが感じてるので、ちょっと酸化に時間をかけたいと思います。で、束をします。まずざっくり仮止めをするっていうような感じに、酸化はがっちりはできませんので、まずあのじんわり酸化をさせていくっていう感じですね。はい、この根元の千代のところをハケで塗っていきます。このような感じでちょっと塗っていきます。この千代のところはもうかかってると思うんで、ここにこれをつけていきます。なんであの要は中間水栓しないので、あのロッド形状壊れないんですよ。中間水栓これするとゴム位置ずれたりとか、あの結構それが影響してウェーブ構成が結構汚くなったりとかするので、で血をここで、ね、取ってあげることがポイントです。でシステアミンとスピーラーの場合は中間水栓僕はしてないです。それでも大丈夫だからですね。 S2 還元の場合は逆に血をとか使った場合は中間水栓とかしたりとかするんですけど、まあ、今血を根元は血を使ってますけどね、ここは二液でもうちょっと抑え込む感じにします。まず仮止めします。だから二液は20分ぐらいちょっと僕は今日置こうかなと思ってますね。結構がっちり、その間も一液の作用は進んでいきますので、なるべくこれ例えですけど1液と2液があったら、今1液さんが 90% を占めてる感じで、2液がちょっと入って 10% 部分的にちょっとついてるかなっていう感じを、徐々に割合をちょっと2液の方を多くしていくのに、やっぱり20分ぐらいかけてじっくりやっていこうかなと思ってますね。はい、で毛先の方はロット外さないと酸化できませんから、ロットを外しながらちょっと上層を見ながら荷材を浸透させてっていう感じに思ってます。シャバシャバのオキシですね、ちょっと浸透しないので、この上から少しネープの方とか、まあ、一周軽くつけて、あと2回つけるので、ちょっとジャブ程度に1回ちょっとつけます。あの血を流すような感じで大丈夫です。
あの根元についてる一膳の血を流しましょう。まあ、普段はねあのこういうやり方しませんね。さっきのハケで塗って時間を置いて、あとシャンプー台で2剤はがっちりつけるって感じで僕はほとんどやってるんですけど、今日はちょっと異例の感じなんでこういうつけ方めったにしないんですけど、こういうやり方をしてます。はい、こんだけつけてもね、まだまだ一液の存在の方が大きいですから、全く毛先まで浸透してませんし、一部しか酸化っぽいことができてないので、酸化してるかなぐらいの感じです今は。まあ、通常デジだと多分結構時間かかっちゃうと思うんですけど、多分結構これだと早くできますね。はい、このような感じでちょっとまた時間を置いて、ここから7分、はい、これで今7分置いたので2回目をつけます。で1回ちょっとここら辺でねちょっと1回テストしたいと思います。2回目からはスポイトでつけていきます。クリームだと表面側しかつかないので、あれは仮止めなので根元をがっちり入れたかったので、クリームをつけました。結構今このような感じにかかってます。はい、これ分かりますかね、こんな感じにかかってます。ただ結構だれる可能性もあるの で、これ以上これに血をつけてたらどういうことになるかっていうと、毛先がもっとちっちゃくなっちゃうんですね、ここが。なので僕はあんまり好きじゃないなっていうのと、あと質感がやっぱりどうしてもなんていうのかな、あんまり血をの質感好きじゃなくて、どうしてもなんか小手で巻いた質感に近い状態をちょっと今回作りたいので、まあ、さっき洗濯は間違ってなかったんじゃないかなとは思いたいんですけど、まだ流すまでわからないんで、どうなるかわかりません。ただ結構かかってる気はします。かかってますよ、かかってると思います、私は。はい、なので結構このぐらいかかってるっていう感じですね。システアミとスピアのこの組み合わせの良さを皆さんにちょっと分かってもらいたいので、ちょうどいい検証動画になったんじゃないかなと。もしうまくいけば、うまくいってくれ、そうですねそうすればみんなもうパーマ液いらないものがたくさん出てくると思うんで、余計なパーマ液は捨てましょう捨てましょうって変だけど、もう使わない方がいいです。で3回目の中和はちょっとこの辺で1回置いた後の中和はちょっと違います。はい、そこはどういう風に餌やるかはちょっと皆さんにお見せしたいと思います。デジをかけないでデジと同じクオリティを出すっていうのがやっぱり自分の目標なので、やっぱちょっとそこをですね、 S2 還元の良さを。はい、今度3回目の2剤なんですけれども、このようなボウルに、はい、僕がいつもやってるようなパーマ液じゃないや、髪の毛をもうお風呂みたくつけ込むってことですね。もうこれしかないですね、荷材を完全に作用させるためには。なので、毛先はまだ全然荷材処理できてませんから、でこの状態に今アウトしましたね。これで、このようにここにつけていきます。で結構下とか今7mm とか 8mm で巻いてるんですけど、絶対に外羽で巻いてください。内巻きで巻くと変になるような、見えますかね、このぐらいかかってる感じです。本来普通だったらこんな余裕でかかるんですけど、本当難しい紙なので、まあ、1個ずつですね、ちょっと毛先だれちゃうんで2台つけて放置しますから、ここでしっかり絞んないと水の重さで結構まっすぐなっちゃうので、2台をつけたらギュッて絞ってください。こういう感じです。はい、そうしないと上に戻しておかないとカールが結構だれちゃうので、全部つけちゃいます。つけ込んで、で毛先の方はほとんど今初めて2台ついたぐらいの感じだと思うんですよ、夫に任さってたので。なので、毛先は根元巻きしてから大丈夫か、中間あたりとかが初めてこの2台ねついたぐらいの感じかもしれないので、結構慎重にいってください。ここで重さでだれちゃうので、ギュッと握って、だれないような感じを作ってください。こうですね、飲み込む。まあ、これシャンプーでやった方がね、本当は楽ですね。寝た状態でやると楽なんで。で、これでちょっとシャンプー台にちょっと移動します。2剤をつけたいとこなんですけれども、一度軽くシャンプーをします。本当軽くですけど、
なぜかっていうと一材がついてる状態で二液つけてもやっぱ弱くなっちゃうので、一液をちょっとある程度取りたいので軽くだけ泡立てて、その後にすぐ二材をつけます。はい、このような感じで軽く本当軽く泡立てる感じですね。はい、肛門はあんまり通さないでください。それでも2剤ね、浸透しづらいんでこのエタノール水を使います。これは水とエタノール割ったものですね。これで、薬剤の浸透率を上げます。2剤の定着率を上げます。どこまでつければいいかというと、質感が変わるまでですね。コームはちょっと使わないでください。毛先が伸びちゃうんで。で、こういう風に水の入れ替えをしないとダメなので、二剤を奥に入れてこういうふうに四五球揉み込みながら二液を入れ替えていきますね。で、多分ね、皆さん疑問に思ったのが、一剤つけっぱだと痛むんじゃないかと思ったと思うんですが、これがね、不思議なことに、根元は確かに血をつけてるんであれですけど、やってもらうと分かるんですけど、この黄金比だとそんなダメージがそんなに、ここまでかけるんだと結構やっぱりダメージあるパワーの薬必要になると思うんですけど、それよりも全然痛まないし、デジかけるよりも痛まないんです。それやってみると分かります。はい、検証してるんで大丈夫です。で、これ今2剤シャンプーをここから入ります。で、理由としてはシャンプーをしながら2剤を浸透させようっていうことですね。で、エタノールまたつけます。このような感じでつけて、でここで2液のシャンプーに入ります。でシャンプーしましたら、流していきます。ある程度流しましたら、今度はここでモモンガ使います。はい、こちらモモンガのちょっと少ないですけど、こちらモモンガ水ですね。これを使います。はい、これを全体につけていきます。このような感じです。はい、パーマの後はしっかりこう定着してくれますので、はい、そうしましたら時計の位置までお湯をためて循環させていきます。このような感じでしごいてつけていきます。もう一回つけます。ちょっと濃度がちょっと少なかった気がしたんで、本当は1回で大丈夫ですね。はい、しっかり毛先なじましていきます。
穴埋めですね。トリートメントで穴埋めをしていきます。ダメージホールを埋めていくような感じです。で、色のトリートメントをつけてしっかり流します。で、これでしっかり流していきます。リンスをつけてから流した方が仕事が1回で済むので、これで流して長さにトリートメントつけて終わりなので、ムササビクリアコートですね、間違えました、すいません、流さないトリートメントです。はい、これを全体につけます。つけてちょっとしごく、これ乾燥せいだりとかこのパターンが多いですかね、大体は。はい、まずですね、今、ちょっと上げてきたんですけど、こういう感じで根元からかかってます。まずちょっと、後で気づいたんですけど、宿毛矯正じゃないや、デジタルの跡って、皆さん、デジタルパーマの履歴残ってる上に、パーマって実際難しいんですよ、実は。それも考慮した上で、ちょっとこの仕上がりを見ていただけたら、ちょっとだけ、綺麗にかかったかなと思えると思うんですよ。基本的にデジタルの跡って、矯正当てた跡と一緒ですから、熱処理してますね。矯正の後にこのウェーブ効率出せるっていうと S2 還元だけのだけっていうか S2 還元になってくるので、で元のこのグリっていうのも出てるんで、ちょっとね、コテで巻いたら見たくはならないですけど、とりあえずはこんな感じですかね。で、セットは非常に簡単ですね。このバームオイルを、ムササビバームオイルをつけるだけで自然乾燥でいきます、これだと。ただ今日は乾かしますが、一番綺麗に乾くのはこれをつけちゃえばバサバサって乾かしても結構いける、そうなんですよ。自然乾燥もいけるし、これをこのぐらい取ってでくしゃくしゃって毛先中心につけていきますね。でこれ唇にも塗れるようなものですから顔に当たっても大丈夫ですね、でこれをつけて、これで乾いても綺麗に塗りが出るんで、乾かすのめんどくさいから助かります。そうですね、めちゃ楽、一番楽な髪型ですよ、ウェーブって。最高です、ね、何もしなくていいじゃないですか。こんな根元からかけたの初めてですけど、はい、そう、さっき言ってくれた、こんな綺麗にかかったのこんな綺麗、いやほんまに、でもデジパーじゃなくてこんな綺麗にかかったのはほんまに初めてです。ありがとうございます。乾かしてから本番ですけど、これできてるじゃないですか。結構ね、辛口です。辛口ですか。ダイソンのこいつですね。これで乾かします。これでこうちょっと風が来ない。そうですね。はい、このように乾いたんですが、ちょっとカットライン気になるんで。この状態からいつか来ちゃって、どうぞ。この状態から毛先をもっと外国人風に重くしたくて、僕はで、こういう場合はショーバルタン使ってニュアンスカットします。毛先がもうちょっと重い方が可愛いんで、ちょっとこことかもショーバルでいっちゃいます。多分ね、もうそぎ入ってるんで、さっき見た感じなんで、そのそぎは使うようにして毛先の重さをブラントで、ちょっと入れていく感じですね。僕がね、ことを描いてたのはちょっとこういう感じじゃなくて、もうちょっと毛先が重い方がイメージに近いんで、ちょっとここは軽いんですよね。なんか普通の髪型っぽくて、なんかもうちょっとこうバツンっていっちゃった方が可愛いかなと思います。こういうところかで、アルシザー結構使えるとこういう風に、みんな適当に切ってるふうに思うかもしれないんですけど、ちゃんとこれ理論があって、はい、適当に切ってるわけではないです。適当に切ってもちゃんとうまくいく方法があります。ちょっと後ろ見せます。で、なんかこの辺あんま好きじゃなくて、まずブラントライン作ります。これ全部コンベックスで切ります。アルシザーも慣れると結構このぐらいがわって切れちゃうので、ちょ
ちょっと理想に近づいてきたかなっていう。この辺もちょっと軽いんで、そこの毛先をブランド感を作っていく。コンベックスで切るとつながるんですよね、自然と。で、カールを殺さないで、カールの状況を見ながら、より外国人みたいなリッチがこう毛先だけで変わるんで、ですね。ここがこの辺の立体感が変わってきます。こういうところで。だいぶなんかバックも結構かっこよくなったかなと思います。これで。ちょっと軽いの好きな人はちょっと合わないかもしれないけど、僕は重いのがただ好みなので、ちょっと重くしちゃうんですよ、いつも。だから毛先の量と根元の量を一緒にした方が外国人風になるので、やっぱそういう意味で毛先の量を増やしてる感じですね。逆にこれ。これ実は適当に見れるんですけど、縦と横をいっぺんに繋いでる方法で、急いで切るときとか使えます、はい、全部縦横を同時につなげる方法ですよね。なんで変なカットラインにはならないんですね。こういうふうにきれいにつながります。ここの横のラインのコンベックスと縦のコンベックスを全て同時につなげてる感じですね。簡単に言うとこういう面とここの面を、ここを全部作った感じですね。何回かやんないと作れないんですけど、これができるとぐちゃぐちゃに切った後も綺麗に何て言うの、簡単にベースカット作れるので、こういう風にレザーみたいにこう簡単にシャシャって使えるようになれば、まあ、カットも楽しいっていう、本当にニュアンスでカットできるんで。変わりましたよね。分かんないか。あ、まあでも軽さは減りました。毛先がこう、はいはいはい、生きるじゃない。この方がかっこよくないですか。はい、こっちの方が私好きです。いや、分かった分かったこれ分かったっすんだよな。これ好みですかね、僕の買ったの。うんね、こっちの方がいい。そうなんですよ。メープ 7mm でかけたけど、なんとかね、ちょうど良かったかもしれないですね。これで12とかで巻いてたらちょっと弱かったかもしれないです。いい、後ろいいです。そうです、この方が良くないですか。はい、後ろ短い方が好きなんですよ。この方がね、似合うと思うんですよね、こういう方が。はい、はい、で、こういう風な感じで可愛くなりますよね。さっきのシルエットだとちょっとね、違ったかなと、うん、はい、結構だから、まあ、イメージとちょっと違うかもしれないけど、まあ、このぐらいにはなったんで。で、ちょっと自分で後ろとか見てください。あ、いい、いいですね。後ろどうですか。後ろ私好きです。あ、良かったです。で、結構この重さも出て、はい、いいですね。こうやって夕方ぐらいとかになって乾いてきたら崩れますか。崩れない。おお。つけるものによるけど、絶対全然崩れないです。本当ですか。最強です、はい。なんか持ってるのがデジパ用のクリームワックスみたいな。はい。大丈夫ですかね。とあと普通の、大丈夫じゃないですか、ワックスだったら。普通のファイバー系のワックス。ファイバー系の方がいいですね。じゃあファイバー系にします。うん、ファイバー系をつけて。はい。よくて、で、それが全部使い終わったら、今度バームっていうのがあるんですよ。はい、リップクリームにも使える。 あれでいいですよ。プロダクトみたいな。そう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 、あれでいいです。はい、ですか。あれで全然できます。おお、はい。ただ肌についてもいいじゃないですか。はい、それはいいです。バックスめんどくさいから。あ、これだと寝れますしね、そのまま。あ、ありがとうございます。はい、ってことはデジパが、デジパっていうのはですね、ちょっとこのうんちく言うとですね、一回ストレートに塗布してそれを巻くわけですから、一回 SS 結合がストレートに矯正されるわけですね。で、ストレートに塗布されて、そのストレートになったものをまたこれを巻いていくわけですよ。ストレートに髪の毛がいて SS 結合が揃ったにもかかわらず、これを巻いていくわけですから、濡らして。これ効率悪いですよ、こんなね。効率悪いことないので、通常のデジタルパーマはやっぱりカールあんま出ないっていうのはそういうところですね。すごい強い薬剤をつけて、要はそのカールをつけていくわけじゃないですか、これ。なので効率が非常に悪い。で、やっぱこういうスタイル作るときは、だからデジも僕は結構カール巻いちゃいますね。ストレート塗布しないで今は、はい、ストレート塗布のやり方
ではほとんどストカール、ストデジとかの時やりますけど、ほぼ使わないから紙傷むんで時間もかかるし、ということで、今日はこんな感じになりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。毛先だけかかってような感じのが多くて、ね、根元から系が本当に今までかけた。だから彼女は北欧に行くからやっぱ外国人っぽいのが好きなんですよね。そうですよ、もともとそういう個性的なものが好きだし、そうですよ、ね、自分の勘を信じてるので、そういう、まあ、あこれだってなったものを寄せ集めてたら、ああいう根元から系の外国人系のパーマが多くて、でそれでやっと対応できる美容師さんにも会えたので、いや、そうですね、これでね、はい、これで海外に旅立てますね。はい、はい、いい気持ちで旅立てるので、じゃあワクチンがっちり打って、はい、頑張って楽しみたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。チャンネルはここまでここまで